ました代表の定例会見を行います。私から特にございません。ご質問があれば受けたまります。それではご質問のある方は社名とお名前を述べた上でお願いします。はいはい、はい、どうぞ。大内で来てます。朝日新聞、はい、西田です。昨日ご承知のように、日中韓の会合がありまして、はい、関係改善および実質的にはどのぐらいの内容が前進したかというのはまだ表に見えてませんが、その日中間の会合があったことに対するまず代表の受け止めと、あともう一つは、与党間の、与党間の政党間交流事業で、中国との政党間交流事業の現在までの進捗状況、今回は中国が日本に来る側だというふうに伺っておりまして、はい、日中韓の外相会談がこの度実現したことは、この3つの国の関係改善に向けた取り組みとして大変重要な意味を持つと思います。それぞれの関係で、これまで課題がいくつかありました。しかしこれを収める方向で、例えば日韓の間ではいわゆる慰安婦の昨年末の合意を受けて、韓国側が財団を作り、そしてそこに日本側が10億円を拠出するということが合意されておりましたが、この日本側の10億円拠出が決定をして、この問題について大きな前進が図られたと、まあ、そういう機会になったということが大きかったと思います。それから中国との関係では南シナ海をめぐる対応で、国際的な裁判所における判断が示されます。それに対応する中国の反発などがありました。それに時期を接して東シナ海、特に尖閣に中国公船が多数繰り返しやってきて、接続水域やあるいは領海侵入を続けておりました。こうした動きが収まりかけて、そして改善向けてのいい機会になりうるんだろうと、このように思っております。また北朝鮮の度重なる国連決議違反の弾道ミサイル、あるいは SLBM の発射など、これらに対しては三国が結束をして対応していくということも確認する機会になったと思います。これは今後に向けて9月初旬に開かれる G20 の中国における首脳会合、これへの重要なステップになりうると思いますし、また年内にも予定される日中韓の首脳会談、ここは我が国が議長国でもありますので、それへ向けての布石にもなり得たものと思います。先々を考えたときに、この日中韓が連携を密にして、そしてそれぞれの関係を改善するとともに、国際社会のにおける役割を果たしていくということが非常に重要だと、その機会になったと思っております。それからこうした政府間の動きを進展させていくためには、政党間の交流が重要であります。特に与党におきましては、自公において中国とこの与党間交流、これは歴史がありましたが、中断を経てまた再開となりました。この秋にも、昨年は今年の初めでしたかね、日本側が中国に井上幹事長、谷垣幹事長等で訪中した経過がありますので、今年はぜひ中国側が日本に来られるということを期待しながら、その
調整を行っていきたいと思っております。自民党は二階幹事長に代わり、また我が党は9月17日党大会が行われますので、両党の体制が整った上でこれを具体化できるように推進してまいりたいと思っております。はい、まあ、秋と特定はできておりません。ここは準備をするステップが必要だと思いますので、まあ、可能な機会を探ってまいりたい。できるだけ年内に開ければいいなと望んでおりますけれども、これからの努力次第だと思います。はい、話変わりますが、昨日、第2次補正予算が閣議決定されまして、はい、で、ざっと見渡すところですね、公共事業に対する投資、例えばクルーズ船の、海外からのクルーズ客を受け入れるためのクルーズ船の港の整備とかに、まあ、比較的大きな、グロスのお金が投入されることになりました。で、一方で、その公明党がですね、参議院選挙で、で来られる社会保障関連、実現できるもの、実現できないものがあると思うんですが、代表から見られて、今回の補正予算に対する評価と、で今後、その根拠を訴えてこられた社会保障政策について、どのように与党で、実現に向けて、予算確保に動いていかれるかというのを。まあ、この度の第2次補正予算は、先に決めた、政府与党で決めた経済対策を実施する一環であります。経済対策の中に選挙中訴えたことなどがほぼ盛り込まれております。保育の受け皿確保、あるいは介護の受け皿確保、およびそれに従事する人の支援等々、これらは補正予算でもすでに前進が図られるということになりました。また例えば社会保障の関係で無年金の解消ということについても道筋が立っておりますので、この秋には法律改正等も準備できればいいなと、で来年度でそれが実施をできるようにしていきたいと、このようにも思っております。それに限らず経済対策を第二次補正予算、また来年度予算、その他の予算措置を講じた上で着実に実施をしていきたいと、こう思っております。他にございますか。はい、どうぞ。はい、についてお伺いしたいんですけども、はい、まあ、アメリカの大統領選挙ではクリントン氏もトランプ氏もですね、その揃って TPP に反対の口を調べているというようです。で、オバマ大統領は、まあ、来年1月までの任期中に議会で承認を得ることを、まあ、目指しているんですけども、まあ、実際この TPP の発行というのは不透明感を増す中で、それでもこの秋の臨時国会で TPP を日本として、まあ、決着させるというところの意義というか、必要性についてはどのように考えますか。はい、これはかねて政府与党で推進をしてきた重要なテーマでありました。すでに12カ国で合意を見て、経済的にはかなり大きなインパクトがあることであり、また世界の貿易ルールにも将来の標準を示していくという意味で非常に大きな意義を有するものだと思っております。そうした関係国の中で特にアメリカと日本がそのボリュームという意味で圧倒的な内容を持つわけでありますので、その一方である日本が国会で承認を固めると、承認をすると、こういうことによって協定の批准が成り立つわけで、この条約の発効についての体制が決まっていくと、流れが決まっていくというふうに思います。アメリカの大統領選の帰すについては
ともかくとして、これは国家間の合意として政府間ですでに合意をしていることでありますから、やはり主要な国々がこの批准を重ねていくということは、この TPP のいわば推進役、最大の推進役であったアメリカにおいてもその国際的な責任を果たすのに意義が出てくると、このように思います。でまたこの TPP の協定は特にアジア太平洋地域の国々の協定でありますから、こうした地域にアメリカがその関与をするということがこの地域の安定や繁栄につながっていくという意味で、単なる経済貿易だけではなくて外交や安全保障にとっても安定に結びつく重要な意義を持っていると思っております。そうしたことを政府与党はこれまでも説明をしてまいりましたし、日本がこのオバマ大統領の任期内に批准を遂げるということは全体として重要な意味を持つと、こう考えております。それじゃあよろしいですか。はい、はい、終わります。ありがとうございました。